光宗薫が AKB48 を卒業した本当の理由がヤバすぎる。私をそんな名前で呼ばないで。2012年10月24日、AKB48 の光宗薫さんがグループの活動を辞退することを公式ブログで発表し、AKB48 を卒業しました。現在、光宗薫さんの肩書きは日本のタレント、女優、ファッションモデルとなっていますが、実際は未だに体調不良が続き、芸能活動は活発にはできていないようです。AKB48 のメンバーとしてデビューする前から注目を浴び、超大型新人としてファンから人気だった光宗薫さんは、デビューからわずか10ヶ月でグループを卒業しました。未だ謎の残る卒業として、AKB48 のファンの方には、記憶があるのではないでしょうか。そんな光宗薫さんの本当の卒業理由を、彼女のプロフィールや経歴を踏まえてご紹介していきたいと思います。言葉通り体調不良か。光宗薫さんは、高校1年生の時にサロンモデルを始め、2010年には神戸コレクションモデルのオーディションに応募しました。この時は友人に誘われての参加だったみたいですが、オーディションの結果は見事グランプリ。その後はファッションモデルとして活動はしながらも、それを本業とはせず、韓国へのダンス留学、ボイストレーニングなどを経て AKB48 のオーディションを受けます。2011年、13期研究生オーディションに合格し注目を集めます。この時の AKB48 は、可愛らしい容姿のメンバーが多く、光宗薫さんのような綺麗なお姉さんタイプのメンバーは、とても珍しい存在でした。その結果、それまで男性ファンの多かった AKB48 には女性ファンも増え、光宗薫さんの人気は上昇していき、AKB48 の将来を担っていく存在だと誰もが思っていました。ですが、光宗薫さんは卒業を発表。理由は体調不良だと明かしていますが、それを信じないファンの人もいました。光宗薫さんのスタイルはとても細く、普段公演を行うと、細すぎないか、拒食症なんじゃないか、と言われるほどでした。本人も、だんだんと握手会などのイベントを欠席するようになり、ファンの前に姿を現すことが減っていきました。活動を辞退することを公表したブログには、体調不良が続く中で活動を継続すると、様々な方に迷惑をかけてしまうということが書かれていました。AKB48 の運営は、体調を治してから活動復帰してほしいと彼女を説得していたようですが、光宗薫さんは AKB48 のメンバーとしての活動をしない方が自身の体調は良くなると考え、そのような決断となったみたいです。ただ、この体調不良が身体の不良か心の不良かは謎なところです。光宗薫さんのスタイルを見ると、他のメンバーに比べて細いのは確かですが、それが病気だったのかは分かっていません。光宗薫さんはスーパー研究生と呼ばれ、たくさんの人が彼女の活躍に大きな期待を寄せていました。しかし、総選挙では上位に入ることはなく、結果は64位という低い順位に終わってしまいました。寄せられる期待に対して高い順位を得られなかったことで、光宗薫さんは精神的な思いから来る体調不良となってしまったのでは、と考えるファンは少なくありませんでした。AKB48 のメンバーとして活躍する前からモデルとして注目を浴び、綺麗な容姿だったことからも期待が大きすぎたのかもしれませんね。光宗薫さんは野心や責任感が元から強い傾向にある性格だったこともあり、普段から思い悩むことも多かったみたいです。インタビュー取材に応じた際、スーパー研究生と呼ばれることについて、まだそういう名前を払拭できていないことが、やっぱり悔しかった。と発言していました。彼女の中で、スーパー研究生と呼ばれることに対して重荷に感じていた部分があるのでしょう。タレント、女優として活動したかった。光宗薫さんは、過去に、AKB48 という団体に入ることが目的ではないという発言をしています。AKB48 の活動を辞退した2012年の11月には、初主演となる映画、女子カメラが公開されました。2013年には、大ヒットドラマ、アタルの劇場版に出演し、AKB48 を辞めた後も、女優として活動を続けていました。朝ドラ、マレや、映画化もされた、闇金牛島くんなどのドラマにも出演し、たびたびテレビで活躍しました。
映画やテレビドラマに出演し、しばらく順調に芸能活動を続けていた光宗薫さんでしたが、2017年10月になってから体調不良でまたもや活動を休止してしまいます。この際、光宗薫さんは精神的な病を10代の頃から抱えていると告白しました。脅迫的な症状や摂食障害の症状があるとし、芸能界での仕事が本来楽しく前向きであるものなのに苦痛に感じてしまうこともあったようで、相当苦しい思いをしていたようです。 AKB48 の活動を辞退した頃もやはり気持ちの面の体調不良だったと捉えるのが自然かもしれませんね。ただ2017年に活動休止はしたものの、約1年後には活動を再開し、ファンの前に姿を見せています。現在は女優ではなくファッションモデルを主な仕事としていて、持ち前のスタイルを生かし、かっこよくランウェイを歩き、ファンを魅了しています。画家になりたかった。光宗薫さんは絵の才能に長けていることで有名です。自身のボールペンにはこだわりがあり、ボールペン画や水彩画などの絵の分野ではファンからも専門家からも高い評価を得ています。彼女は個展を開催するほどの実力を持っていて、これまでに個展を2回ほど開催しています。大阪府のギャラクシーギャラリーでボールペン画の個展スーパー劣等生、東京ではボールペン画の個展ガズラーを開催し、バラエティ番組プレバトでは水彩画を披露しています。どれも高い評価を受けていて、絵の才能を生かしクリエイターとして活動をしています。1回目の個展スーパー劣等生は、自身の呼ばれていたスーパー研究生とかけているのでしょうか。これからもクリエイターとしての活動は続けていくみたいですね。まとめ、いかがだったでしょうか。 AKB48 のメンバーとしてデビューする前から注目を浴び、ファンや運営の期待を一身に背負い込んで頑張っていた光宗薫さんを思うと、なんだか悲しくなってきますね。活動を辞退してからは、自身の体調を考慮しながらファッションモデルとしてもクリエイターとしても活動できているみたいですし、安心して応援できます。これからも光宗薫さんらしく頑張ってほしいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。